Hi everyone, this is Toki. Marilyn Monroe, End of Her Earthly Life, 5th August 1962. マリリン・モンローさん、1962年8月5日に彼女は地球上での命を終えましたと記事に書かれてありました。こちらがマリリン・モンローさんです。マリリン・モンローの悲劇的な死は、様々な憶測、そして噂を呼んでいます。彼女は亡くなった直後から幽霊になってさまよっているという噂が出ている方なんですね。一番初めにそれを記事にした方がイギリス人のデニス・バーデンという方です。この方は本も書かれておりまして、1965年に出版された Ghost and Hauntings という本があります。 Ghost は幽霊、Hauntings というのは幽霊がよく出るという意味ですね。それを転じて頭の中にまとわりついて離れない考えという時にハウンティングスを使ったりもします。その後さまざまな方々によってマリリンの幽霊は語られていきます。よくマリリンが利用していたホテルで彼女を感じたとかですね、彼女がいくつか所有されていた家などにも出るとかですね、そういったお話は何年かに一度わっと盛り上がるんですよね。つい最近もまたマリリン・モンローの幽霊の騒ぎがあります。彼女のそっくりさんとして、成功した、特に去年2020年に一気に TikTok で有名になった方がいらっしゃいまして、イギリス出身の方なんですけれども、ジャスミン・チズウェルという女性がいます。彼女はマリリン・モンローのそっくりさんとして TikTok などに、動画をこう投稿するわけですね。この方です。この方がジャスミン・チズウェルさん。マリリン・モンローの時代、1950年代の髪型に服装をしてらっしゃいます。イギリス・スコットランドのラナークシャーという場所に生まれ育ったということなんですが、グラスゴーのすぐ近くらしいですね。そんな彼女はつい3年ほど前からアメリカ・ロサンゼルスへ渡ってきました。ロサンゼルスはハリウッドがあるマリリン・モンローの本拠地です。しばらくするとこのような写真を投稿し始めて、マリリン・モンローに似せた写真ですね。この写真は3枚ともジャスミンさんです。彼女はソーシャルメディアスターと呼ばれています。 SNS のスターということですね。こちらはマリリン・モンローさんご本人の画像です。マリリン・モンローがジョー・ディマジオと結婚していた時に住んでいた家に、なんとジャスミンさんが今住んでいるんです。ジャスミンさんもご結婚されておりまして、旦那さんと2人で住んでらっしゃるんですね。さらにジャスミンさんが言うには、その家にマリリン・モンローの幽霊が出るというんですね。これが一番最近のマリリン・モンローの幽霊騒動です。そのマリリン・モンローらしき幽霊はジャスミンさんの今の家に毎晩出るそうです。つまりマリリン・モンローが一度住んだ家ですから、そこにいるということなんでしょうか。ジャスミンさん曰く自分は霊能力がないのでわからないけれども、多分マリリンだと思うって言うんですね。ゲストでいらっしゃった方々もマリリン・モンローのようにこうハグしてくれると言うんです。包み込まれたような感覚になるという方が多くいらっしゃるそうですね。その家はバスルーム、シャワー室なども全てマリリンの時代のまんま、オリジナルのままだそうです。その家に毎晩幽霊が出ると言われていて、ある夜は足音が聞こえたり、ある夜は奇妙な音が聞こえたり、声が聞こえたり、何かがふわっとそこに現れたり、影が見えたり、そういうことが毎晩あるそうです。こちらはマリリン・モンローさんご本人の写真です。ジャスミンさんは様々な番組にお出になられてるんですね。今年になっても出演されてましたけれども、皆さんが質問するんです。怖くないんですかと。毎晩そういった奇妙なことが起きて眠れるんですか、怖くないですかと質問されるんですね。ところがジャスミンさんが言うには、以前本当にマリリン・モンローが住んだ家にマリリンが幽霊としていてくれるなんて、私からすれば非常に光栄なことで、とても嬉しいことですとおっしゃるんです。ジャスミンさんはマリリンさんに憧れており、大ファンなんですね。マリリン・モンローのファンというのは根強くて、自分自身が亡くなった時に自分の遺骨をマリリン・モンローのお墓に巻いてほしいという人が後を絶たず、いろいろな遺骨が巻かれるためにマリリン・モンローのお墓は白くなっているという噂が立つほどなんですね。
手が届かないほどの大スターが幽霊となって自分のそばにいてくれる、これはとても素晴らしいことだとおっしゃっておられます。マリリン・モンローさんにとっても大ファンの方が自分の家に住んでくれるということはいいことかもしれません。自分を愛してくれる人が住んでくれるということですから。こちらの画像はジャスミンさんとマリリン・モンローさんの比較の画像です。黒い服がマリリン・モンロー、赤い服がジャスミンです。ジャスミンさんがマリリン・モンローさんとジョー・ディマジオさんが住んでいた家、そこに住むということはいいことだと思いますね。ジョー・ディマジオさんはマリリン・モンローさんが亡くなった翌日に駆けつけて泣き崩れて、その後彼も生涯独身を貫きました。そして週に3回マリリン・モンローのお墓に必ず行き、バラを2本手向けていたそうです。ジョー・ディマジオさんと別れた後に結婚したアーサー・ミラーという方はマリリン・モンローのお葬式に参列できず、さらにその当時噂のあった大統領ジョン・ F ・ケネディ、彼もマリリン・モンローの死に対しては何のコメントも出していないんですね。まあ、大統領ですからなかなかすぐにそうコメントは出せないんだと思いますが、その中でジョー・ディマジオさんは駆けつけて生涯について、まあ、マリリン・モンローさんへの愛をこう貫いたような形になっています。マリリン・モンローさんとジョー・ディマジオさんは新婚旅行に日本を選びました。日本に24日間いたんですね。約1ヶ月滞在してくださって、まあ、なんとなく親近感もあります。マリリン・モンローの死には謎がつきまとい、自殺かはたまた他殺かということで今も議論が続いているんですね。彼女は何やら手帳を持っていたと言われていて、その手帳に政府の秘密をすべて書いていたということで、その手帳をめぐる、まあ、いろいろな噂もある方なんですね。それでさまざまなことを知りすぎたために消されたなんていう噂もあるんですね。まあ、どのようなことだったのかわからないんですが、36歳の若さでこの世を去っています。今回はマリリン・モンローさんの定期的に来る幽霊騒動についてお伝えしてみました。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。Thank you.